入り口でお金を払って、修道院の中の入場料と、こっちにあるオーディオですね、オーディオの説明、日本語で説明がなるんですけども、それを、聞きながら回ってます。眺めが素晴らしいですね。これを見ると、干拓地の中にポツッと離れ小島のような感じ、福岡市の鹿の島みたいなところに、あるというのがよくわかろうかと思います。眺めがいいですね。いっぱい日本人も含めた観光客が来て、ここで写真を撮ったり眺めたりいろいろしてますね。こういうふうに当然今も修道院として使われてるので、シスターなんかが出入り当たり前ですがしてます。ちょっと見てみましょう。立派ですね。これがミカエルが神の啓示を受けて建てたというモン・サン・ミシェルの先頭ですね。カモメが飛んでますね。非常にカモメはたくさん飛んでます。素晴らしいですね。やはりこの時期はさっきからも言ってます通り人が少ないんで、非常に訪れるのにはいいんじゃないでしょうか。ちなみに、道路の補修工事が2014年度中に行われて、こっちの道路がビシッとできるように聞いています。ますます便利になろうかと思います。